どうもこんにちは、ミスター GT5-2-2。 はい、今日はこのちっちゃなラジコンカーで、遊んでいきたいと思います。主観にするとね、こんな感じです。めちゃくちゃ視点が低いんですよね。人間の視点ではないですね、もはや。お、すごい、トラックのね、下入れるっていう、すごい。これは楽しい冒険ができそうですね。乗用車の下も入りますね、このように。おお、すごい、もう当たってるけど完全に。あ、洗車場。お、洗車できる。え、洗車できんの。いや、手洗いした方が絶対早いだろっていう扱ってくれることがすごいわ。ラジコンを受け入れてくれる心の器のデカさね、見習いましょうなんかちょっとした段差を乗り越えたところがちょっと可愛かったね、今ね。うわー、このちっぽけな体に対して巨大なモップですね。押しつぶされてぶっ壊れそうだけど。え、なんか間に合わなかったよ、モップ。あ、ベンチに座ってる誰か。これをさ、ちょっとこの人ね、後ろからちょっと助走つけて、行くぞ。ふっ、あれ、あー、あったあったベンチ、あ、また座ってるよ。ラッキー。3、2、1、ふっ。あれ、え、キュッ。おはは、何今の見た。おっちゃんでスタント決めたよ。3、2、1、ふっ。あれ、お姉ちゃん、今日はね、人生に残るトップ3の出来事を体験させてあげよう。え、ベンチごとやっちまったよベンチごとこの車をね、ロスカスで改造できるんでしょうか、果たして。こんなちっちゃい車だけど受け入れてくれる寛大さはあるかな。あー、ダメ。あー、いけた、すげえ、すげえ。洗車場のおっちゃん並みに心が広かったですね。ロスカスのラジコンでも改造してくれるって、もはや車だったら何でもありなのかもう見た目が車っぽかったら何でもいけるってことですね。ちゃんとエンジンとか全部改造できるね。マフラーとかどうなの。お、アフターパーツちゃんとついてきたよ。なんか見えないチューブで繋がれてるよ。ちゃんとアフターファイヤー出るっていうね、すごいね。あとはなんだろう、じゃあそう、スポイラーとかどうなの。わー、すごいちゃんとついてくるっていうね。よし、じゃあちょっと外出てみよう。あ、すげえ、ちゃんとそのままついてきたおお、この階段を越えられるのか。ふっ、お、おー、惜しい惜しい。あ、いけるいける、あ、いけるいける、すげえ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 、2回でいけた。さあ、これでね、ここで綱渡りできるんですよ。さあ、行くぞ、行け。あー、行き過ぎ行き過ぎ、行き過ぎくん、行き過ぎくんみたいな感じで、行き過ぎくんみたいな、行き過ぎってなんかエロいな。行くぞ、ふっ。あ、いけるいけるいける。あー、ちょっと調整していこう、ハンドル。そう、右に切って、あー、切りすぎ切りすぎ切りすぎ、切り、あ、あ、いや、あ、はい、あ、危ない。おおー、ほほほほ、いける、いいよ。いいよ、はい、ぐーんといっちゃう。おー、おー、怖い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 。あー、ハンドルがね、うわー、シビアなんですよ、すごく。おー、いぞ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 、よし、いぞ、そう、その調子、その調子、ちょっともうちょっとまっすぐにしていこう。そうそうそう、いいよ。いけるいけるいける、これいけるんじゃない。まだ全然弾食らってねえよ。小さすぎて当たってねえんじゃねえの。狙いがさだまさし。うわー、ここまで来て、それ。いいぞいいぞ、いけてるいけてるいけてる、この調子この調子、よし、いいぞいいぞ、いけるいけるいける、いくぞ、よし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 、いくぞ、よし、いくぞね、さだまさしからの、よし、いくぞ、ラジコンで綱渡り、それは面白い、やってみよう、あれは何、井戸通す、それはどうした、関係ね。おお、来ましたね。え、なんか進めなくなった。あ、え、待って、ここ進めない、あれ、なんか前に、あれ、進めない、後ろに下がれるけど前に進めなくなって、どういうこと。エンジンが通用しないゾーンだこれ。え、エンジンじゃない、アクセルが効かない。あ、後ろだったら、バックだったら走行できるってこと。こうすればいいんじゃない、こうすればバック走行。おお、危ない危ない、すげえ、え、かっこいい、真ん中の台を飛び越えた。うおー、すごい、バック転すげえすげえ、超か、え、え、そんなのあり。あ、俺着地の天才だね。慎重に行こう、慎重に行きましょう。ラジコンで綱渡り、なかなかね、こんな発想を。あー、さあ、レッカー車で運べるのでしょうか一応ね、腐っても車データなんで。おっ、運べた何このシュールな絵見たことねえよ、俺。なんだ、どっかおもちゃ屋にでも連れてかれるのか、これからでも仮にもし外れたとしてもさ、運転手気づかないよね。そこが最大の問題だよね目的地までたどり着かねえ。じゃあラジコンカーさ、
車で踏み潰したらどうなるんだろうなっていう。3219。おおおお、面白い。あーすごい、あーすごい。じゃあラストはね、高速道路で逆走して終わりにしたいと思います。さあ行きます。高速道路結構みんなスピード出してますからね、危ないですよ。しかも逆走となったらね、なおさら危ない。さあ、まあ結構ね、まあラジコン小さいんで、普段普通の車で逆走しようとするとすごい恐ろしい思いをするけど、小さいんでやっぱり余裕があるね、幅に。うん、あ結構いけそうですね。ちょっと調子に乗ってトラックの下取れるかやってみるか。うわー、すごいすごいすごい、めっちゃ吹き飛ばされた。さあ高速道路に入ってきました。真ん中通ってればさ、全然怖くないんじゃね。うわー、何、いきなり車線変更してきた。あ、車線変更してくるやつが怖いな。さあもう一回行くぞ。うわー、やばい、間に合わなかった、間に合わなかった、そうだね、間に合わなかった。行け、うまいこと避けて。うわ、危ない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 。けけけけ、いいぞいいぞ。今、あっ、あ、フリーズしましたね。